伝染性単核球症、伝染性単核球症、伝染性単核球使用、または伝染性単核症とは、主に EV ウイルス、エプスタインバールウイルス e ビ f の初感染によって生じる急性感染症。日本では2の3歳までの感染が70%を占め、20代では90%以上がこのウイルスの抗体を持つ。アメリカでは、 幼児期の感染率は20%で、多くは、思春期、青年期で感染する。感染する時期、年齢によって、症状の現れ方が異なり、乳幼児期では不健性感染、病原菌に感染しても症状が現れないが多く、思春期以降では感染者の、約半数に本症が見られる。また、青年期で感染すると、発熱や、 腰痛様々な症状が1ヶ月ぐらい続くと言われている。稀に輸血などにより血液を介して感染する場合もある。本校では EB ウイルスによる伝染性単核急症を中心に述べる。1889年にドイツ人症2回のエミール・ファイファーによって一連の症候群として初めて報告され、欧州ではファイファー病として知られている。 多くは EB ウイルスの初感染によって生じる。しかし小児期に感染すると症状を伴わない不健生感染ことが多く、成人期には80%以上の人が抗体を有しているため、発症するケースとしては成人期に初感染した場合が多い。また、また EB ウイルス以外にはサイトメガロウイルス、ウイルスによっても生じる。一般に、 発熱、咽頭痛、リンパ節腫脹の三印を特徴とする。1から2歳程度の幼少時の初感染では、発熱と、抗害変動の脳染、白体を伴った主張、発赤が見られる程度で、特異的な症状が目立たないことが多い。このため、この年齢のこの初感染では伝染性、単核球症と診断されないことが多く、変動炎と診断されているものと思われる。 二から三日で自然警戒してしまうので、それ以上の追求もほとんどされないものと思われる。血液検査を行えば、異形リンパ球の出現などから本疾患を疑うる可能性はあり、血清診断は理論上可能である。年長時から青年期、あるいはそれ以上の年齢で初感染した場合、発熱、全身倦怠感のほか、口外変動の発的主張。 陰頭痛、アデノイド主張による微平、全身特に頸部のリンパ節主張、肝皮腫が見られる。発疹を伴うこともあり、特にアミノベンジルペニシリンの投与は発疹を誘発するとされる。有熱期間は一般的なウイルス感染症よりも長く5から7日程度続くことが多い。時に悪性リンパ腫や急性死性リンパ節炎などとの間別を要する場合もあり、 以下に述べる、血清診断や、リンパ節制検を行うこともある。白血球総数は、正常ないし、やや増加。甲中玉数は、正常ないし、やや減少。100分率は、低下する。リンパ球の著しい増加、異形リンパ球の出現、5%以上になることが多いが、特徴的である。伝染性単角球症の間別において、平均リンパ球、 白血球比 LWBCC を用いると、葛藤不良点35とすることで、得意度100%、感度90%との報告がある。異形リンパ球の出現は、EB ウイルスが B リンパ球に感染し、感染細胞に対する細胞性免疫反応により活性化された、洋弱な T 細胞が増加することによる。多くの症例で肝皮脂を伴うため、 トランスアミナーゼ、AST、ALT が上昇する。そのため、肝炎を疑われる場合も多い。初感染パターン、高イブナ抗体陰性、高微子イグ、または、かつ、アイム抗体陽性。高イ、e、エ抗体は、偽陰性が多いが、イエー陽性ならば、急性感染の可能性が高い。気感染パターン、 高イブな抗体陽性。他の抗体は通常陰性。このような場合、症状の原因として EV 不感染は考えにくい。抗ビシング抗体は、気管染パターンでも検出されるが、通常は低地、蛍光抗体法で160倍以下である。サイトメガロウイルスについては、抗診 MV グおよびアイムを調べるアイム陽性例は、急性感染の可能性が高いほか、 血液中のサイトメガロウイルス DNA を核酸増幅法 PCR で調べることもある。EB ウイルスによる伝染性単核球症に特異的な治療法はなく、対症療法が中心となる。肝皮腫が強い例では腹部への衝撃により皮破裂が起こった例もあるため、安静が必要である。小児など、咽頭痛や全身倦怠感のために、 経口摂取不良となった場合には、入院して、保液を行う必要がある。抗菌薬は伝染性単核吸症を恐れ、自体には無効である。発疹を誘発する可能性があるので、この疾患が疑われた際には、ペニシリン系抗生物質のみならず、セフェム系抗生物質の投与も控えるべきであろう。ただ、比較的効率に細菌による混合感染を起こすとする報告もあり、 血液検査所見から混合感染が疑われた場合には、抗菌薬の投与を行うという選択肢も考慮に入れるべきであろう。特に重症である例、発熱が長期に持続する、全身状態が著しく不良である、血球減少が見られ血球鈍色症候群の合併が懸念されるなどでは、副人皮質ステロイド投与やガンマグロブリン大量投与を行われることもある。 サイトメガロウイルスには、ガンシクロビル GCEV が有効である可能性があるが、骨髄抑制、腎障害など重篤な副作用があるため、伝染性単核症には通常用いられない GCEV は、増血幹細胞移植5度、免疫不全状態の患者の重篤な CMV 感染症に適応がある。EB ウイルスによる伝染性肝荷急症は通常 約4から6週間で症状は自然になくなるが、稀に数ヶ月以上症状が持続し、全身状態が極めて重篤となる極めて予後不良の例があることが知られるように言った。このような例では EV ウイルスが持続的に活動していることが証明され、慢性活動性 EV ウイルス感染症 C 部部という病態として区別される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。